はい、トライハリキュー整骨院長の西村です。お願いします。本日は疲れが取れない時の対処法についてお話したいと思います。なんかね、寝たけどなんか寝た気がしないとかね、体がだるいとか、まあ、元気が出ないとかね、なんかいつも疲れてるみたいなね、まあ、そういったね、時のまあ対処法なんですが、1番目、最低でも AM1 時には寝る、ね。最低でも AM1 時には寝る、まあ、12時前がベターですね。まあ、12時ぐらい、まあ、12時前でもいいんですが、まあ、12時までに寝るっていうのがまあベターですね。まあ、その根拠としては一つは、東洋医学では AM1 時からAM1 時から3時っていうのがですね、東洋医学でいう、まあ、肝臓の時間なんですね。肝臓の時間なんですよ。 AM1 時から3時っていうのはね。で、寝てる間に、3分のですね、2の血液が肝臓に行き、そこで浄化するんですね。で、3分の1の、まあ、血液量でこう、まあ、寝てる時ってほとんど動きませんので、まあ、それでこうちんたらちんたらっていうかこう、まあ、賄ってるんですよ。で、まあ、3分の2の血液は肝臓に戻りこうきれいにするんですね。ですので、AM1 時から3時に寝ないと、その血液浄化ということが、まあ、しにくくなるんですね。しにくくなるんですよ。ね、で、まあ、寝てる間に血液浄化して、1時から3時に、まあ、血液浄化しまして、まあ、朝起きたらまたその血液がブワッて全身に行って、まあ、きれいなフレッシュな、ね、血でまたこう1日活動するということなんですね。まあ、ですので、1時から3時というのは非常に重要な時間なんですね。でプラス、まあ、12時前に、まあ、寝るのがさらにベターだというのはですね、まあ、東洋医学というのは陰と陽の、まあ、陰と陽の、まあ、世界なんですね。まあ、今これお昼ですから昼間なんで、まあ、陽ですよね。で、日が沈んで、まあ、真夜中とか、まあ、陰じゃないですかね。で、陰と陽のですね、境目が、まあ、昼の12時と夜中の12時なんですね。それで、まあ、夜中の12時はからもうこっちはもう陰の時間なんで、まあ、草木も眠る牛蜜時っていうじゃないですか。まあ、あれはまあ2時半とかね、まあ、そのあたりを指してるんですが、草木も眠ってますのでね、だから人間も自然の産物なんでやっぱ活動してはダメなんですね。だからまあ陰に入るこの陰の時間はやっぱり寝てるっていうのがいいんですね。ね、でだん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 陰からこうこの、まあ、6時ぐらいになってくるとこう、まあ、火が出てきてこう陽のね、パワーも出てきまして、まあ、陰なんだけど陽になってきてここがもう陽の極まりですよね。ちょっとうまく、まあ、僕は絵が下手なんであれですけど、まあ、こういうなんか東洋医学ってこういう図あるじゃないですかね。こういう図がありますよね。こっちがまあ黒でこっちがまあ白みたいなね、こんな図で、まあ、陰と陽、陰と陽ってなってるわけですね。まあ、そんな感じですよ。これ、実際、私もね、日頃から思うんですけど、まあ、12時に寝た次の日、1時に寝た次の日、まあ、2時に寝た次の日で、全然次の日違いますよね。1日違うじゃないですか。だから、その6時間寝る、ね、例えば12時から6時間寝た、1時から6時間寝た、2時から6時間寝たって、この時間の長さも、まあ、多少関係ありますから、やっぱり何時に寝たってめちゃくちゃ重要だと思うんですね。実際まあそう感じますよ。あとはまあ睡眠で言ったら一応レム睡眠とノンレム睡眠ってね、まあ眠りの深いところと浅いところとあって、まあ45分周期なんで、レム睡眠ノンレム睡眠ですよね。まあ深い浅い深い浅いとこうやってるわけですよね。まあ浅いところがあってね、まあ、それがまあだからこう深いところでこう目覚ましがかかるとまあ起きにくいんで、深いとこに行って浅いとこでね、ここでまあコケコッコーと起きれればね、まあパッて目覚めがいいわけですよね。でこれがまあ45分ノンレム睡眠ノンレムで45分なんで1時間半なんですね。1時間半、だから睡眠時間はまあ4時間半、6時間、7時間半、こんな感じがいいですよね。それをまあ微妙にこう、まあ、6時間7時間とかだとちょっと深いとこでね目覚ましがビャーってなっちゃうかもしれないんで、まあ、12時に寝たら6時に起きるとかね、まあ、そういうのがいいと思いますね。あとはまあ7時半とか1時間半刻みでやった方が、まあ、ここはまあちょっと科学的な話ですけどね、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。そんな感じですね。
あとは白砂糖を避けるね、よくまあ職場なんかでねこうお菓子パク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 ね食べてる人いると思うんですが、まあ、脳がね、ブドウ糖で働くからっていうことでその、まあ、白砂糖を取るんですけど、白砂糖は極飲の食べ物ですね。極飲陰の極みの食べ物なんで、一瞬なんかパッてなるんですけど、その後思考も、まあ、精神状態も体のレベルも下がりますから、本当にこの白砂糖はめちゃめちゃ悪いですよ。本当お菓子とかあと自宅の砂糖も、まあ、天才糖とかねきび糖に変えるべきだし、あとは清涼飲料水ですよね、まあ、あとはあのリポビタン D とかあんなものの中に入ってるもんね、もう本当にその糖分がめっちゃ多いですよね。だからまああんなもんもあんまやめといた方がいいと思いますけどね。白砂糖避けるその次、小食にするね。なんか疲れてるからいっぱい食べないとダメだみたいなね思ってる人多いと思うんですけど、食べれば食べるほど元気にはなりませんからね、腹八分目医者いらずっていうじゃないですか。ですので、まあ、内臓に負担がかかるわけですよ、 たくさん食べるとね。だから あんまり食べない方がいいんですね、まあ、よく噛んで、まあ、腹6から8分目がいいですよね。プラス、まあ、その小食の中でも、まあ、生命力のある食べ物がいいんですね。じゃあ生命力のある食べ物ってどんなんだっていうと、まあ、例えば白米に対して玄米なんですね。玄米というのは水に浸しておくと芽が出てきますんで、生きてるんですよ。白米は水に浸しておくともう腐っていきますからこう死んでるんですよね。一方は腐っていくもの、一方は芽が出ていくもの、どっちが生命力があるんだって言ったら絶対玄米ですよね、まあ、玄米と。その次は、まあ、魚でも、まあ、一物全体って言いまして、丸ごと食せっていうことなんですね。だから頭から尻尾まで食べれる、まあ、魚の方がいいですね、まあ、あと野菜とかも、まあ、丸ごと食したり、あとは季節の食べ物ですね。季節の食べ物、まあ、今は一年中ね、トマトとかキュウリとか食べれると思うんですが、あれはまあ夏の食べ物で体冷やしますんで、その旬のものを取るってことですよね。まあ、あとまあ生命力のあるもの、まあそんな感じですね、まあ、一物全体と、まあ、あとは震度富士とかねいう言葉もありますけどね。震度富士、震度富士、富士、富士、こんな字だったかな、まあ体と土は2つじゃないんですよみたいなね、震度富士でしたね、ちょっと忘れましたけどすいません。まあ要はこう地産地消っていうかね、まあ、日本人だったらできるだけ日本のものを食べようみたいなね、日本にこう住みながら例えばメキシコのでできたものを食べるともうそのね環境が違うじゃないですか、気候とかもね、ですのでその自然のこうサイクルっていうか、まあ、循環からするとおかしいんですよね、まあ、そんな感じということですね。まあ、あとは朝食にするところで、まあ、ちょっと言い忘れましたが、まあ、朝食は食べない方がいいですね。東洋学からするとね、って思われるかもしれませんが、朝というのは排泄の時間なんですね。排泄の時間、大も小も出ますし、まあ、目やにも出て口の中ネタネタで寝てる間に、まあ、コップ一杯の汗をかくんですね。だから朝は排泄の時間なんですね。だから朝はまあその水ね、あとはまあコップ一杯の汗かくんで、汗というのはしょっぱいんで塩分入ってるじゃないですか。だからまあ、水に、粗塩を舐めるとかね、もう本当そんなんでいいんですよ。じゃあ脳はブドウ糖でしか働かないからどないすんねん言ったら、まあ、生姜茶に黒糖を入れて飲むとかね、生姜茶でさらに発散を促し黒糖でブドウ糖を摂取するということでいかがでしょうかね。その次、運動するね。例えばまあ休みでね、休みの日なんか体が疲れてるから一日ダラ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 してるとなんか余計体だらくなるじゃないですか。やっぱこう循環が重要なんですね。循環がね、ですのでまあ運動をねしてね、私もまあ週2回ぐらいキックボクシング行ってますからね、週2回ぐらい行ってますからね。あと補中液湯、まあ、これ漢方なんですが、まあ、気を増すんですよね。お腹、まあ、中間、まあ、中というのはそのお腹を表しますので、まあ、お腹をこう、まあ、盛り立てて、まあ、気を増すという漢方でね、まあ、これ倦怠感とかによく効きますんで、まあ、あとはまあ今あのコロナウイルスとかね、ごたごた言ってますけど、この補中液湯なんかはその免疫力がそのめちゃくちゃ上がるんで、コロナウイルス対策にもなりますね。まあ、あとは酒を控える、ね、これもまあ重要ですよね。あんまり飲みすぎると、まあ、次の日しんどいのは当たり前ですね。まあ、酒は百薬の長なんでね、まあ、たしなむ分にもまあいいんですけど、あんまり飲みすぎるともちろん良くないということですね。
まあ、あとはお酒の種類なんかもね、ちょっと気をつけた方がいいですよね。やっぱり、まあ、日本酒なら純米酒でね、ちゃんと米と麹で、まあ、自然発酵したものとかね、まあ、あとはワインとか酸化防止剤が入ってますので、やっぱあの辺はね、私もやっぱりのちょっと飲みすぎると次の日の夕方ぐらいまでなんか調子悪いなってなるんですよね。でもちゃんとした日本酒とか、焼酎とかね、ビールとかだと、まあ飲みすぎても次の日の午前中で大体スカッするんですよね。だから私はあの酸化防止剤が本当にこう、あれをまたこう、まあ解毒するのにね、まあ肝臓が相当まあ負担がかかってると思うんですよね。あとはまあ余談ですけど、まあ日本っていうのは1500種類ぐらいね、添加物が認められて、まあ世界で1位って言われてるんですね。世界一添加物を認めれている国は日本なんですね。そのうち約430種類がですね、合成添加物なんですね。まあ、430か1かちょっと忘れちゃいました。まあ、大体430種類ぐらいだそうですね。でこれがまあ合成添加物なんですね。合成添加物っていうのはもう石油から作ってますっていうことなんですよ。石油から。でその中で、まあ、その、430種類の中で特に悪い、10個の添加物にその酸化防止剤が入ってるんですね。ですので、まあ、酸化防止剤はかなり気をつけた方がいいと思いますよ。本当ワイン好きな人とかはね。まあ、以上ですね、疲れが取れない時の対処法についてお話しました。まあ、結構このね、睡眠なんかもまあかなり重要ですよね、本当ね。まあ、これ本当に1時間単位でも次の日が全然違いますよね、本当ね。まあ、白砂糖とかも、まあ、私もたまにね、いただきもんでこうチョコレートとか食べると、その1時間半後ぐらいになんかね、ガンってなるのが分かるんですよ。普段食べないから。普段ずっと取ってる人は分からないと思うんですけど、普段ずっと取ってないとこういうもん取るとガンってなるんですよね。もう思考も落ちますから。でなんか精神的にも落ちるんですよね。まあ、そんな感じですね。まあ、あと運動もやっぱりね、私も46になりましたけど、まあ、やってるとまたね、ちょっとなんか体力もついてきて動きも良くなってきてね、まあいいかなと思いますね。本日は疲れが取れない時の対処法についてお話しました。以上です。